で、これは南大阪。すごいですよね。似て非なる存在ですからね。磯の字を後から変えたんですね。どんな字だったんだろう、名前は。磯の字。珍しいですね。なんか旧字体かなんかだったのかな。車止めてあれ場所確認しよう。5時ぐらいでは絶対閉まりますからね。早めに入りたいんだな。あ、ここも磯の字が変わってる。磯の。片手も1日300円ないじゃん。花咲かけ体験スタジオ。かんざしか。撮影とかもして、入れとかできるんですね。そんな、でもなんか奈良っぽいですね。甲冑体験なんかもできるんだ。あれでもいざ着るとめちゃくちゃ重たいらしいですもんね。もうちょっと戻ってきちゃったぞ。道を間違えてるんだぞ。あれあれ、おかしいな、おかしいな、どこで間違えたかな。よいしょ。これ商店街になってるところやろ。おかしいね。どこやったっけな。ここや。感じをずっと行って、これ今別に折れやんでよかったや、まっすぐ行っときゃよかったんや。で、で合流してすると、ここへ2つや、これを越えた先にここだっけ。あ、この通りだ。この通りを一方通行、大丈夫やな、一方通行入ってったら、そう、この商店街があるのよ。で、商店街があって、あー、残念、閉まってる。ここにね、お餅屋さんがあるんだけど、あー、もう閉まってますね、今日。残念。そう、それまでここでね、買ったやつがあって、高い金星堂っていうところでね。あー、残念。今日もう閉まっちゃってるな。夕方ですからね。隣の弁天坂さんもね、気になるところがあったんですけど、あそこかね、買った写真見つけてたら貼っときます。こんな感じのね、もう素朴なお餅っていうのもね、出してはる店でね、美味しかったんですよね。だからちょっと、あ、買ってきたかったなってところなんですよ。ケーキ屋さんもあるんや。こればかりは仕方ありません。じゃあ、ありがとう。で、ちょっとライフ寄ってきましょうか。これは近鉄の大和高田の駅の子ね。で、
ちょっとおしゃれなところで、ここで最後の買い出しして、もうちょっと休んで、あっちに行きましょう。四日市まで一気に行っちゃいましょう。この建物本当綺麗ですよね。あとでちょっとまた着いたらね、120分無料になるんだ。あ、立中じゃなくてこうやって人いるの？マジャ？あ、よかった、開いてるね。駐車券を持ってって買い物したときに押してもらったらいいんや。このところにあるんで、立体駐車場なり、こういう構造なんや。あ、で住宅街と直結しとるんやね。便利やね。一方通行。2階から入るのかな。出口に行くには2階に1回行かないといけないんだ。3階で直結してるらしい。すごい構造ですね。ワンウェイ、ワンウェイなんだ。で、出口じゃなくて、こっち行かないかな。ちょっと気をつけなあかんな。3階まで行っちゃった方がいいかな。一体駐車場3階と隣の2階が直結してるらしいんで、日中やったらあれもいいですね。でしょ。とりあえずじゃあちょっとここで買い出しして行きましょう。はい、ってことで、ね、ちょっとすいません、暗くて申し訳ないけど、立体駐車場で、ね、今トラリエさんね、とライフさんに入っている、ところ寄ってきましたけど、いや綺麗なお店でございますよ。でね、やっぱ駅からね全部ねこう直結になってるみたいでね、案内もねこんな感じで出ていて、でまあこっちのね方の入り口はこんな感じで、まあまあ綺麗ですよね。やっぱで中もねすごく綺麗で、できてそんなに経ってないですもん。前に来た時は確か工事、2019年の時は確か工事中だった気がするんで、うん、っていうタイミングですから新しいです。ですから中もすごく綺麗でね、面白かったのは、そう
駅から直結できるのもそうなんですけど、そのまま直結でね、あの外の映像も出てました、ね、こんな感じでね、あの画像も撮っておきましたけど、もうそのまま隣のマンションに行けるっていうね、便利な構造なんで、ですからね、中で買ってる人も意外とね、買い物かごを持たずに、もう多分隣からさっと来て買ってるんでしょうね。もうだって冷蔵庫ですよ、もうマンションの冷蔵庫みたいなもんですから、ちょっと足りやんものをパッと買いに来るっていう感じでね、買ってる方も多かったですね、うんうん、商店街の中とかのにあるあのスーパーだとたまに見かける光景ではあるんですよ。あ、そっかそっか、まあまあ、都内やったらこの規模のスーパーでも起こるんやなっていうことね、あ、なるほどなって思ったりしました。でね、買ってきたのがこれね、飲み物切れましたからね、スパークリングウォータースターセレクト58円だったかな、安かったんでね、買ってきました。他にもね、牛乳、なぜかセコマの牛乳があったんでね、あとね、これまだちょっと別の動画の企画用なんですけど、ココアがね、そうそうそう、ココアでちょっと一企画がございまして、持ち込み企画がございましたもんでね、ココアそうだ買っとかなというんでね、買ってみました。で、これはまた、家に帰ってからね、やると思うんですけど、で、あ、うめ、あ、赤服売ってんだ。あ、じゃなくて、もしかしたらあれか、いや、隣で買ったんだろうな、多分。もしくはあれかな、迎えに来て、異性の土産を持った人がやってきてるっていう、まあ、そういうパターンも考えてありますからね。じゃあ買い出し一つで、あの隣家に来てて、そうしたらね、待ち時間の間に買い出しもできたりとかしますし、あ、便利ですね。で、そう、こっからの行き方もね、確認しとかないと。で、そう、それでね、牛乳も買って、セコマの牛乳を178円で取ったのと、でね、弁当ね、まあ、家帰ってからね、多分腹つきますから、ように、買っといた、麻婆豆腐丼ですかね、麻婆丼かな、が、これがね、398円。本当は498円から100円引きに、ね、なってましたんで、ちょうどいいやってね、これも買ってきました。まあ、こんな感じで、いい具合に来ましたよという塩梅ですね。